ヨビザスタニシッチは、セルビアの元国家保安庁の長官。1974年、ベオグラード法律大学卒業後、国家保安機関に入る。当初、東部藩の防具用商工として働き、ベオグラード国家保安局においてソ連国家保安委員会との連絡を担当した。その後、中央機構に移り、ベオグラードのエクセリシオールホテルで、 テロリストのカルロスとの交渉に参加した。後に国家保安庁の分析局に移り、防衛用部の次長にまで出世した。1987年から1988年の反官僚革命時、ゾラン・ヤナチコビッチに代わり、SDB 長官となる。1991年、スタニシッチは過去の悪名を避けるために国家保安庁を国家保安局に改称した。 1998年10月、スタニシッチは RDB 長官を解任された。解任の理由については、スロボダン・ミロシェービッチがコスボに対するスタニシッチの立場を好まなかったと、様々な噂が流れた。それにもかかわらず、退任後もスタニシッチは政治的影響力を失わなかった。2000年の連邦大統領選挙時、 スタニシッチも出馬を要請されたが、彼はこれを拒否した。その後、ミロシェビッチの息子、マルコをパートナーとして、タバコビジネスのディーラーとなった。2003年に、セルビア当局によって逮捕され、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷へと引き渡された。ありがとうございます。